豚肉、バラ肉ですけど、骨がついてるので、骨の処理ですね。最初にこう包丁入れようと思いますけど、はい、今上下に切ったところですね。はい、大体できましたけど、まだ身が残ってるので、こそげるっていうのかね。はい、こちら右が軟骨ですよね。こっちは骨ですね。はい、それではですね、手前に、豚肉ございます。にんにくと炒めてですね、ほうれん草をして、また酒のあてですね。はい、今、ほうれん草と豚肉を炒めています。最近面白かった YouTube は、広沢さんとデーブ大久保さんの対談です。はい、手前にラーメンのスープ残ってますけど、こっちに入れましたのでね、そうすると蒸し焼きになると思います。味も入るかなと思います。はい、完成です。あればですね、マスタードも合うかなと思いますね。はい、よろしくお願いします。